余った豚の紅茶煮の漬け汁は冷凍して次回にも使いますが、今回は三色パプリカのマリネを作ります。三色パプリカは薄切りしました。そしてあの玉ねぎ1個も薄く切って加えました。これに大さじ3杯ぐらいの漬け汁をかけます。そして和えるだけです。冷蔵庫に入れて明日食べれます。食べる直前にパセリのみじん切りを振りかけるとあの色合いもよくより一層美味しくなると思います。余った豚の紅茶煮の漬け汁はいろんな野菜に合いますので皆さんいろいろお試しくださいね。三色パプリカと玉ねぎのマリネに色合いを添えてみました。今日使ったのはネギです。シュロッテンっていうのかな、ドイツでは細いネギです。それに白ごまを振ってみました。余った漬け汁を冷凍してもいいんですけれども、私はすぐにあの玉ねぎをスライスして薄くあの切ってあのこの、 あのお汁につけます。そうするととっても美味しいです。玉ねぎを薄く切りました。これを豚の紅茶煮の漬け汁につけます。こうしてつけて冷蔵庫に入れておきます。そうすると辛みもあの玉ねぎの辛みも和らぎますし、いろんなお料理に使えます。使えますっていうか私は使っています。らっきょう漬けのように一品であの箸休めにあの出してもいいんですけれども、あのサラダにあの混ぜたり、あのいろんなあの付け合わせにしたり、あとあのかき揚げに使ったりします。そしてこの玉ねぎをあの全部食べてしまった後の漬け汁ですけれども、サラダのドレッシングになったりします。あの玉ねぎの汁もあの入ってますし、あのすごく美味しいあのドレッシングになっています。皆さんもよかったらお試しくださいね。玉ねぎのマリネは作っておくととても便利です。いろんなものに使えますので、皆さんもよろしければ作ってみてくださいね。ではまた。